そもそもラジオ、この番組は転職の思考法、天才を殺す凡人、これからの生き方の著者である北野結衣がお送りするラジオ番組になっています。今日はポプラ並木を歩いて感じたことというテーマでお話したいなと思っています。今日はですね、ちょっとエッセイみたいなイメージで、先日ですね、北海道に行く機会があったんですけども、その時に感じたことシリーズということで、人がですね、まだコピーできていないものとか、世の中にある大切なものだけど、コピーできてないものがあるなっていうふうに思ったので、そのですね、感じたことみたいなのをシェアしたいなというふうに思っています。で、この話をですね、聞くと、北海道に行きたくなる気がしますね。ということで、お楽しみいただけたらなというふうに思っています。はい、ということで、そもそもラジオ始まったんですが、最近ですね、そもそもラジオ引き続きですね、聞いてくださっている方がちょっとずつ増えてきていまして、で、嬉しいコメントもいくつかもらっています。例えばですね、応援する力を 100% 鍛えた方が良 い理由という回でですね、あやこ林さんから素敵なコメントをいただきました。林さん、ありがとうございます。親とか教師とか身近な大人に応援されて満たされてきた人は、自分が受け取った恩返しとして他者を応援する立場に自然になれる気がしましたと。ちょっと中略しまして、他者に応援してもらうことから、自分で自分を応援して自分の気持ちを満たすことができれば、自分と同様に相手も応援することができるようになるんじゃないかと思いました。いつも素敵なラジオありがとうございます。毎回楽しく聞いていますというコメントをいただきました。あやこ林さん、本当にありがとうございます。素敵なコメント。そうですね、僕自身のスタンスは、まずやっぱり自分のことをちゃんと応援してあげるとか、自分の足で立つっていうことをすごく大事にしていて、自分の足で立つからこそ、他人とかですね、周りの人が困った時に本当に手を差し伸べて助けてあげられることができるなっていうふうに思っていて、私の名前、ユイガって下の名前言うんですけど、もうっていう名前をですね、父とかつけてくれたらしいんですけど、その理由はまさにそうで、自分を大切にできる人こそが他人をきちんと大切にできるっていう考え方で、こうやってね、禅とかの考え方も結構それに近いらしいんですけど、なのでまず自分のことをちゃんと、身支度して、整えて、自分のことをちゃんとするようにする。そうすると他人も支えられるようになるっていう考え方は、僕もですね、割と大事にしているので、それに近い考え方かなというふうに思いました。あとですね、他にも、嬉しいコメントがありましたので紹介させてください。金子宗文さんですね。いい質問から見る仕事はできる人の条件ということで、こういうことにびっくりするなんて、僕もちょっとびっくりしたんですけど、この回はですね、本の取材のインタビューを受けたんですけど、本をですね、読んでないインタビュアーさんが来られたっていう話だったんですけど、それで金子さんがですね、本の取材なのに本を読んでいないインタビュアーの神経の強さもすごいけど、じゃあどうしたら面白くできるのかと思える北野さんもっとすごいって金子さんがいただいたんですけど、そうですね、そっか、こういうとこにびっくりするんですね。なんかですね、僕はですね、自分の性格っていうかですね、を分析してみたときに、一個特徴があるなと思っていまして、それはですね、忘れっぽいっていう、もうすぐですね、忘れるんですね、物事を。で、本当に大事なことはもちろん忘れないですけど、大体のちっちゃなこととかってすぐ忘れちゃうんですね。で、忘れっぽいプラス、なんかこう、人をワクワクさせるのとか、楽しませることがナチュラルに好きなんですね。なのでですね、例えばこういう、普通考えたらですよ、インタビューを受けたのに、インタビューする人が、ね、自分の本読んでないって多分、ってなると思うんですけど、でも僕はですね、そう思うんですよ。でも、10秒後ぐらいにはですね、いいかってなって、もういいよ、忘れよと。せっかくだし、この1時間ぐらいを楽しんだ方がいいし、相手もね、せっかくの楽しんでもらった方がいいし、その先にいるね、読者を楽しんでいただいた方が、いいじゃんっていうふうに思うっていう、だからですね、別に僕がすごいわけじゃなく、ただ単にですね、ひたすらに忘れっぽいっていう、そういう特性があるかなというふうに思います。金子さん、いつもたくさんですね、コメントいただいて本当にありがとうございます。で、このそもそもラジオはね、こういうコメントっていうのも定期的にピックアップしていきたいなっていうふうに思ってますので、コメントとか、いいねとかいただけたら嬉しいなと思っています。はい。ということでですね、話をだいぶ戻しまして、長くなっちゃったんですが、ポプラ並木を歩いて感じたことということで、お話したいなと思っているんですが、ですね、僕はいつもやっぱり、何でもコピーできる時代に、コピーできないものは何か
っていうのをよく考えるんですね。で、それはやっぱり自分がですね、サービスとかプロダクトとか事業開発をする中で、今って多くのものってコピーできちゃいますよね。だし、やっぱり今の時代って自分の個性みたいなのを発揮しやすく少しずつはなってきてると思うんですよね。なので、やっぱコピーできるけど、コピーできないものって何なんだろうな、みたいなって、思うんですよ。コピーできるっていうのは何でもコピーできる時代だけど、コピーできないものは何かなって。で、その時ですね、北海道に行った時に、あ、これかもって思う習慣があったんですね。で、それがポプラ並木を歩いてた時なんですよ。でですね、前提としてですね、僕はもう小さい頃から自然がめちゃくちゃ好きで、自然の中をですね、よく歩いてたんですね。で、兵庫県がですね、実家なんですけども、実家の家の前にすっごい大きな湖がありまして、その大きな湖をですね、ほぼ毎日ですね、夕方とか朝になると散歩するっていう、まあ、10分とか15分ぐらいなんですけども、歩くっていうのをしていて、で夕方にですね、まあ、田舎の方なので、夕方ぐらいに歩いてるとですね、湖にこう白鳥とかが来たりとかしていて、で、かつですね、その湖に夕日が反射してむちゃくちゃ綺麗なんですね。で、それをですね、ぼーっと見ながら、いや、人は何のために生きるのかなとかって思ってたっていう、僕の中では哲学の道って呼んでるんですけど、まあそういう景色が好きで、で、それは東京に来てもですね、一緒でして、まあ例えば、まあ景色とか風景とか夜景みたいなのもすごい好きなんですけども、ただですね、例えば六本木ヒルズのですね、上の方になんかスカイオーシャンビューみたいなのありますよね。ああいうの見てて、夜景とか景色も綺麗だなって思うんですけど、私好きなんですけども、なんか物足りないなっていつも思ってたんですよね。それは何なんだろうなと思ってたんですね。で、それがですね、ポプラ並木を歩いたら、あ、これかもなって思った一個がありまして、で、前提としてですね、やっぱり自然の素晴らしさっていうものは、人工物では作られないようなビット数、圧倒的なビット数、きめ細やかなビット数っていうものと、人工物では作れないような直線でなくて曲線っていうものが、曲線、こうカーブとかですね、っていうのが存在してるっていうのは僕はすごく重要な要素だと思ってるんですね。だから今まだですね、人間が人工物、人間が作った人工物がですね、自然に発生したものっていうもののビット数とか空気とかっていうものを超えられていないっていう前提が僕の中ではあります。で、なのでですね、まあよく自然を触れに行ったりするんですけど、北海道に行った時にですね、北海道大学に行ったんですね。で、北海道大学って結構景色とか、すごい綺麗に整ってるんですけど、その中にポプラ並木があったんですね。で、ポプラ並木ね、行かれたことあるかも、方わかるかもしれないですけど、まあ、北大のですね、ちょっと外れたところにありまして、で、こう、まっすぐにですね、ポプラ並木が等間隔でずっとこう並んでるんですね。で、もうめちゃくちゃ美しいんですね、それが。で、特にですね、僕が行ったシーズンで言うと、まあ、ちょうど気候も良くて、で、中にも入れたんですね。で、そのポプラ並木を歩いてるときに、こう、くしゃくしゃ、くしゃくしゃって音がしたんですよ。だからどういうことかというとですね、足元に多分ポプラ並木の木なのかわからないですけどが落ちていて、こう足のですね、食感みたいなのがもうすごくですね、めちゃくちゃ気持ちよかったんですね。なんか本当に木の上のですね、カーテンを歩いているみたいな感覚だったんですよ。で、僕その時にですね、これってまだ自然でしか表現できてないなってすごく思うんですよ。で、例えばね、その空間で美しいデジタル空間を作るので言うと、チームラボさんがね、やられているデジタル 3D の空間とかも圧倒的に美しいと思うんですけど、でもまだですね、食感、しかも食感の中でも足の裏の食感っていうものは表現しきれている、まあデザインとかアート空間っていうのはないなと思った時に、まだこれコピーできてないなっていうふうに思ったんですよ。で、僕はですね、小さい頃よくですね、兵庫の田舎の方に行って、川のね、中に夏に入って、めちゃくちゃ冷たい中をですね、川のね、上流の方まで上がっていくみたいな遊びしてたんですよ。それめちゃくちゃ気持ちよかったなって今思った時に、その食感ってまだ表現できてないですよね、人間が。っていう、まあ、そういうポプラ並木で歩いて感じたことっていうふうに思いました。で、これですね、やっぱりこれからどん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  3D 空間が発展していく中で、やっぱ人間だからこそとか、まだ自然だからこそできることっていうものは、環境、観光業とかをね、考える人にとっては重要な要素なのかなっていうふうに思いました。以上、そもそもラジオでした。面白かったらチャンネル登録よろしくお願いします。
さよなら。